はい、どうも皆さんこんにちは、武蔵先生です。ということで、巷ではね、新型コロナウイルスですかね、が猛威を振るってるみたいですが、皆さんね、マスクつけてますか？武蔵先生はあまりね、マスクをねつけるのが好きじゃなくて、普段マスク全然しないんですけれども、まあ、ただね、大病院の中でね、看護のねお仕事、アルバイト、こっちはアルバイトの方なんだけども、やってるんで、まあ、仕事中はどうしてもね、こうずっとね終始泊まりなんで、もう20時間近く、マスクをねつけていなければいけないんですけれども、普段は本当マスク嫌いでね、まあ、しないんですよ。でただですね、ちょっと武蔵先生もね、昨日朝その病院から帰ってきまして、まあ、少しなんかね咳がなんか出る感じがしたんで、まあ、今マスクをこうやってね着用してるんですけれども、ただねマスクをつけるだけじゃなくて、このね表面のところに、ユーカリの精油なんかね、あとティートリーなんかもいいと思うんですが、一滴垂らしてもらってね、表面ですよ、裏面じゃなくて、この中側、内側じゃなくて外側でこうねマスクをつけると、そうすると、まあ、ダイレクトにね精油のこのね芳香成分をこうねかける。でこれをやると、もう全然ね 呼吸器系がものすごく楽になるんですよね。まあ個人差があるかもしれないんですけれども、あと花粉症の季節もこれからね、まあもうぼちぼち出始めてる方もいらっしゃってるかとは思うんですけれども、花粉症のね時期もこのねユーカリをマスクにね一滴垂らしてそれをかけてると、もう武蔵先生はねもう全然平気な、まあ確かに目はねやっぱちょっと多少痒くなって、ね、目は出てるからなんだけど、花粉症でね悩まされてる方ね、鼻腔の奥、あと喉の奥痒いでしょ、でなんかもう痒いのを通り越してなんかちょっと痛くなってきたりねしますよね。その症状が、まあ、武蔵先生はですよ、そのユーカリをね垂らしたこうマスクをねつけるだけでもう全然もうピタッとやんじゃう、それくらい精油ってすごいんですよね。で、まあ、風邪とかインフルエンザ、はね、ティートリーとか、ね、予防にね、おすすめの精油ってあるんだけれども、ね、今ねちょっと特効薬がないって言われているコロナウイルスなんかもね、なんかねそのそういうのにね効くアロマとかがねもしあればね、いいんじゃないかなってね思います。それじゃあね、今日はねちょっとまあ、明日アロマフェスタ2020一応行く予定なんですけれども、今日はね一個ねちょっとねアロマの商品を紹介したいなと思っておりますね。はい、ですね、今回ね購入した商品なんですけれども、それはこちらでございます。はい、というわけでね、プチプチにねくるまれていて、中がなんだかねわからなかったですね。はい、ですね、今回買った商品なんですけれどもね、とてもね、武蔵先生気に入って買ったんですよね。これちょっとねネットで調べたら出てきたんでね。はい、それがねこちらでございます。プルル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 ル、ちょっと近すぎると照明に反射しちゃって見えづらいと思うんですけれどもね。はい、見てください。これね、わかりますか？これね、ちょっとほら薄みたいな感じになってるでしょ。はい、こちらがね、クスハンドメイドエコブロックっていうね商品なんですよ。はいね、こちらね、これね、実はクスノキってあるでしょ、のクスノキ、天然木のねクスノキをねそのままこういうねちょっとこう薄みたいな感じにねこう綺麗にね削ってある、まあ、ただそれだけなんですけれども、これね何が優れものかというと、まあ、ここのねいわゆるちょっとくぼんでる部分あるでしょ、ここに精油をこう垂らしてね、あとはこうねお部屋に置いとくだけ、ね、置いとくだけでお部屋に精油の香りが広がりますっていう、まあ、いわゆる天然の、まあ、アロマディフューザーですね。いろいろねほらアロマの、道具、芳香浴で使うアイテムってたくさんあると思うんですよね。まあアロマディフューザーですとかアロマランプ、あとはキャンドルウォーマーとかね、まあいろいろあるかと思うんですけれども、まあ、結構ね準備するのがめんどくさかったりしますよね。キャンドルウォーマーの場合は、まあ、常にねその
上皿にお水を張って、まあ、そこに精油を垂らす、まあ、アロマライトもそうなんですけれども、特にねキャンドルウォーマーの場合はすぐねあの上皿の、ね、お水がねなくなっちゃうんでね、体気になりやすいんで常に見てなきゃいけないっていうのと、まあねアロマランプなんかも、アロマランプはねじわじわってねあの揮発していくんで、そこまでまあ気にする必要はないんだけれども、準備とかね結構めんどくさかったりしますよね、そのやるまでが。でこれはねもうただお部屋にこう置いといてね、あの好きな精油をここにもう垂らすだけで、まあ、それでいいんで、これね、いいかと思います。でただね使うときは、まあ、精油がねどんどん染み込んでいっちゃうんで、ね、下に必ずねお皿をね敷いて、まあ、お皿の上に乗せてこう使う。ですね、あ商品名はね、正しい商品名はクスノキアロマディッシュってね、ここにねあの説明書のところに書いてありますね。クスノキアロマディッシュということで、じゃあ早速ちょっとね開けていきたいと思います。なんかねちょっとパッケージ可愛いから開けるのもったいないんですけれどもね、開けちゃいましょう。あ、すごい木の香り、すごいいい香りしますね。はい、こんな感じですね。はい、とてもねここシンプルね、ここあのうねう上側上側かがねこうやってくぼんでて、ここにあのこうね精油をこう垂らしてもらうと ねちょっと今声が上ずっちゃったけれどもね、はいね、あの大きさはこんなもんですよね、こんなもんね、よくあの YouTuber がやるねこうやってね、ねとてもシンプルで可愛いでしょ。でしかもね、すごくね木のいい香りがします。でねちょっと説明書が入ってるんでちょっとまあね読んでみましょう。説明書がねこんな感じでねついております。はい、ですね使い方はですね、まあ簡単ですよね。この上部のくぼみに 2,3 滴精油を垂らしてくださいと。火を使わないので自然な香りがゆっくり漂いますということで、熱を使わないでね、自然にね精油を揮発して、まあ、お部屋をね、香りにお部屋に香りを漂わせるというね、商品。これほんとねシンプルだけどとてもね、素敵なアイテムだと思います。あのね100均なんかでよくほらアロマ関連の商品でね今だいぶ、出てはいるんですけれども、さすがにねこれはね100均では売っておりません。これ結構高いんですよ何気にね、うん。ちょっと概要欄のところにリンク貼っておきますので、もしね気に入られた方はね、チェックしてみてください、うん。でね、ご注意ね、先ほども多分言ったと思うんですけれども、オイルがねどんどん下にね染み込んでいく精油がね、なので必ず下にお皿を引くとねという風に書いてあります。陶器かガラスのお皿の上に置いてご使用してくださいということでね。でこれ素材が、九州のクスノキをね使っていると、国産のね、木を使っているということでね、これがですね製造元ね、この辺に載せておきますのでね、よかったらね、チェックしてみてくださいね。こちらいいでしょう、すごくねシンプルでね、まあちっちゃいしね、うん、ここに精油垂らして、それでそうあのね、うん、ヒノキみたいな感じかな、うん、すごく木のいい香りがします、うん。これねよかったらね、皆さんもね使ってみてはいかがでしょうか。本当にね垂らすだけ、まあお皿にのせてね垂らすだけなんで、あのディフューザーとかねアロマランプとかこうね引っ張り出してきたりするのがめんどくさいね、あとは時間がないね、そんな方におすすめのアイテムかと思います。はい、ということでね、今回はですね株式会社中村さんね、からね出ております、これ九州のクスノキを使ったね商品、クスノキアロマディッシュね、こちらをね紹介しました。この動画がね楽しかったよとかためになったよとかね、思ってくださった方グッドボタン、あとチャンネル登録の方ぜひよろしくお願いいたします。あとですね、まあ本当にねたまたまね企業の方もしご覧になっておりましたら、企業案件なんかもぜひぜひね依頼してくださればもうね一生懸命頑張りますので、よかったら企業案件なんかもね来ていただけると嬉しいなと思っております。はい、ということでね武蔵先生のアロマチャンネル、今回ここまでということでね、ご視聴ありがとうございました。